はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回は号外木村ステップミノル史上最悪の復帰プラン、関係者が暴露、ブレイキングダウン落ちについてです。この動画は 100% 推測です。全部仮説で一切事実に基づいていることではなく僕の推測ですので、それをご了承しながら見てください。木村ステップミノルがライジンにおいてもともと噂されていたドーピングが陽性でした。そこでライジン側はフェデレーションということで6ヶ月の出場停止を命じました。まあ試験では6ヶ月は短すぎる、ステロイドの効果は何年も続くんだからもっと厳しい処分にしろというような声が多く上がっていました。もちろんステロイドについてはもう厳しく罰せられるのは当たり前ですし、まあ通常ですと UFC でも2年とかぐらいが目安となっています。ただライジンはフェデレーションということでそこまで言えないというのがありました。まあ独占契約ではないので縛れないということがあります。そんな中、驚きの木村実側からの発表があったのです。なんと無期限出場の処分というわけのわからないプレスリリースを22日の金曜日に打ちました。まあ簡単に言ってみれば、オファーされた試合についてはジム側で判断して積極的に出ていくというものでした。出場することが、出場し続けることが償いになるというような意味のわからない声明を発表したのです。言ってみればドーピングしたにもかかわらずまだまだ試合いっぱい出ますよと言ってるのです。ライジンの榊原さんは今回のこの無期限出場します宣言についてわけがわからないと言っていました。そしてなんと無期限出場のわけのわからないプレスリリースが金曜日で、日曜日にはライジンに木村ステップミノルが観戦に来ていました。これもどうかと思うのですが、しかもそこでアンポンタウルキアに名指しされた時に中指を立て T シャツを脱ぎマッスルポーズをして全く反省ない姿を見せました。それで榊原さんは全く反省をしていない、でリングには上げてはダメだ、で勝手ブレーキングなんでやってくれと厳しい言葉を告げたのです。まあ当たり前でしょう。ドーピングしているのにもかかわらず試合どんどん出てきますよとジムの代表が言い、そして反省している風でもなく中指を立て上半身裸でマッスルポーズを取るなどありえないと思います。なんでこんなわけのわからない行動をしているのでしょうか。わざわざ出場停止処分半年食らってるんだから、半年経ってから復帰すればまあラッキーぐらいで思えばいいのに関わらず、このタイミングで全然試合していくよと発表したのは裏があります。まあ、これは 100% 僕の推測ですが、なんと日曜日にノックアウトという木村ステップミノルが、まあ、体重超過で試合出た団体があるのですが、その団体が急遽記者会見を取りやめをしています。この時系列で追っておくと、9月22日の金曜日に木村ミノルのジムの代表がどんどん試合をやっていく宣言をして、で、日曜日にノックアウトが、なんと記者会見を中止する、月曜日の記者会見を中止すると、いきなりプレスリリースを打ったのです。なかなか記者会見直前中止なんかないと思うのですが、しかも土日というマスコミがあまり動いてない時期に直前で言いました。これは何かというと、おそらくなんですが、ノックアウトはまたまた話題を作りたいために、処分中にもかかわらず、この話題に乗っかろうとしたのではないでしょうか。で、月曜日に記者会見で発表する。いきなり発表すると、角が立つので、金曜日ギリギリに木村実の代表側がどんどん試合していきますと宣言する。で、日曜日ライジン行って盛り上げて知名度を上げとく。で、月曜日記者会見しようと思ってたところ、おそらくこのプレスリリースでもう関係者が大反対はあったのではないでしょうか。まあ、当たり前です。ドーピングして反省もせずに試合どんどんやっていきます。で、ノックアウト出るなんてありえないからです。で、僕はこれが、まあ、100% 推測でありますけど、なんでこの仮説を立てたかというと、ノックアウトに前科があるのです。これが、パンチャン・リナ容疑者です。パンチャン・リナ容疑者は、勝手に、タケル選手と、ナスカ選手のサインを書き、売ってました。で、詐欺罪で逮捕されました。これは12月です。で、1月に、パンチャン・リナは YouTube 始め、2月に、ようやくノックアウト側が記者会見すると。本来ではすぐ記者会見した方がいいと思うのですが、記者会見すると。で、これで、まあ、謝罪会見だろうなと思って見ていたところ、なんと謝罪会見どころか、ただの試合の PR でした。謝罪会見で、例えば1年の試合禁止っていうのかなと思ったら違います。もう、怪我しているにも関わらずエキシボンマッチを行いますと。怪我してるんだったら試合しなくていいのにも関わらず、この犯罪で注目を浴びてるのを利用して、なんと怪我してるから、膝が怪我してるからボクシングルールでエキシボンマッチをブレイキングダウンの選手でやります。
という犯罪を PR に使ったのです。犯罪を集客、金儲けに使ったと言っていいでしょう。ですので犯罪を集客、金儲けに使ったと前科があるので、今回はドーピングという絶対許されない悪事をまたまた集客、金儲けに使ったのがノックアウトではないでしょうか。もちろん 100% 僕の推測ではありますけども、もうこんなことやってるんだ、榊原さんが言ってた通り、もうブレイキングダウンで、ブレイキングダウンはもう犯罪者集めて PR してますから、そこでブレイキングダウンで木村実と安保力也と朝倉未来で3人マッチでも勝手にやってください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日10時からライブ配信もご覧ください。それではさよなら、さよなら、さよなら。